おかしいおかしい違う。私がこの曲をした、このスメタナのトリオ間違いなく絶対やりたいって言って、一回もやったことないんだけど曲はずっと知ってて、絶対やりたいんだって言って、そう、この曲は美しいから、最後あのね、これロンド形式って言って三部形式だね。 ABABA で終わるんだけれども、だから最初が、
違う調で出てくるんですよ。で、最後もう一回ね、コラルのように出てきて、で、創作行進曲っていうのが組み込まれてて、で、これで終わるかなと思ったら、ここが B の部分でね、全部チェロとバイオリンにメロディーがいっているんですよ。これチェロとバイオリンでね、私はずっとドドイドロって伴奏やってるんですけど、彼らはドラドリで、またバイオリンでこれが鳴るんですよ。でこれ2回続くんです。で3回目どうしたらどうしたのって言ったら、ピアノで出てくるんですよ。あ、なんとしっかりしている構成でしょうと思って詰めたな。いい曲、うん、いいよ。この人の作品ってやっぱりもうその我が祖国しか全く覚え浮かばないわけですよ、うん。素晴らしいピアノトリオを書いてて、そう、私ずーっとこの曲弾きたくてしょうがなかった。それでようやく弾けるっていう。いやー、終わり終わり。日曜夜はテレビで情熱大陸。